みなさん、こんにちは。西川瑞希です。今回は冬のデートにも使える大人上品なゆる巻きの紹介をしたいと思います。久しぶりの巻き髪の紹介なんですけど、結構髪も伸びたので雰囲気も変わるかなと思うので、ぜひ参考になれば嬉しいです。では早速始めていきます。まず髪を半分とかに分けます。そして今回はこちらはプロデュースのメイクジーナのコテなんですけど、32ミリのコテを使って巻いていきます。まず髪の毛をこのぐらいとか薄めにとって、下から上にくるくるっと巻きます。でこの時上まで行かずに半分ぐらいまで寄って離します。これを何個かに分けてこうやっていきます。こうやって内巻きに入れることで女性らしい感じというか、甘い雰囲気にもなるのでデートとかにはいいかなって思います。でこんな感じで下がくるんと内巻きに入っていったんですけど、これを少しこうやってほぐして、何箇所か外巻き内巻きでミックス巻きをしていきます。全部の毛じゃなくて表面ぐらい、3、4箇所とかそれくらいで大丈夫です。そしたらこの上を少しなじませて、で上の毛を取って上の毛をまた半分にします。で次にこの中間の部分の毛をさっきと同じように内巻きにしていきます。でまた同じように表面の毛をこのぐらいとか薄めにとって、外巻き内巻きで巻いていきます。こうあんまり熱を当てすぎずに早めに取っていくのがポイントです。結構当てすぎちゃうと跡がつきすぎちゃってぐるぐるっていう印象になっちゃうんですけど、早めに取るとゆるーくゆるーんとした感じに仕上がるので、ゆる巻きが好きな人にはおすすめです。で中間が終わりました。ただ最後に上の毛を取ってまた同じようにやっていくんですけど、一番上の表面の毛は内巻きにするときはこのほんと毛先だけ、あんまりやりすぎずに毛先のみ内巻きにしていきます。こんな感じです。そしたらまた上の毛を取って外巻き内巻きしていくんですけど、この時顔周りは結構細めに寄っていくのがポイントで、ここら辺は自分が好きな感じの形を決めて作っていくのがいいかなって思います。こういう細かい巻き髪を入れておくと一気に華やかな印象にも見えるかなって思うので、こういうシンプルなお洋服とかでも髪の毛とかがポイントになって可愛いかなって思います。はい、こんな感じで巻き終わりました。そしたらこれをまた少しほぐす感じでなじませていきます。でこの時巻き終わったら下の毛がこんな感じでまとまりがないかなって思うので、またこんぐらいとか取って、これをこう次は外にこう持って巻いていきます。こういう感じで外に跳ねさせます。そうすると外に跳ねた毛と内に入ってる毛とこうバラバラな感じになって、よりふんわり見えて可愛いかなと思います。こんな感じです。そしたら反対側も同じようにやっていきます。はい、こんな感じで反対側も終わりました。この巻きはカジュアルなお洋服にも上品なお洋服にも結構割と何でも合わせやすいかなって思います。このポイントは外羽にする毛と内巻きに、毛先を内巻きにする毛とこう混ざってる感じ
がふわふわ感が出るのでそこがポイントです。結構簡単にすぐできるかなって思うのでぜひ皆さんも試してみてください。では西川瑞希でした。バイバーイ。皆さん今日の動画はいかがでしたか？下のチャンネル登録ボタンから登録お願いします。